二宮善喜は、日本の実業家。経済同友会代表幹事、日本工業銀行副総裁、東洋ソーダ工業社長。東京出身。東京府立第一中学校、東京帝国大学経済学部出身。大学を出てから、日本工業銀行に入行。副総裁などを務めた後退校した。後に、東洋ソーダ工業に入り、社長、会長を歴任した。1984年に死去。葬儀は、東洋ソーダ工業の社葬として、青山葬儀所で行われた。葬儀は、神田博史前が担当した。一方で、財界活動でも活躍し、1962年、水上達三とコンビを組んで経済同友会、代表幹事に就任した。大原総一郎、中山宗平と親しく、日本の未来のために3人で、科学研究所の構想を話し合った。晩年は、交通安全教育の普及に尽力。財団法人日本交通安全教育普及協会の会長、本田藤沢記念財団法人国際交通安全学会理事などを歴任した。他に、復興金融金庫理事、東邦学園音楽家講演会世話人などを務めた。また、学校法人、北里研究所では、二宮の業績を称えて、二宮善喜記念賞を創設。生命科学領域で優れた業績を残した40歳未満の若手研究者を表彰している。神田博史前経済同友会。ありがとうございます。